どうなんでしょうって、そういえば思い出したんだけど、確か、石沢さんの娘って、あ、いらっしゃい、葉月建設のなんか秘書だなんだかんだって自殺とかしなかったっけ？なんかそういう類似的な感じのあったよね。大丈夫かな？ちょっと。何があった？復讐って。さっきいらっしゃい。何があったの？葉月建設で秘書をしていた私の娘あ、だがよ。やっぱそう秘だ書よ。した事件してをた知っよていね。るだろはい、知ってます。それです。まさに今話してたの。何があったの？だから何？娘に復讐ってこう。栄と？子は自殺なんかじゃない。この島の秘密を知ろうとしたせいで殺されたんだ。マジで言ってんあれ？後の？輩消えてる？え、モミさんは大丈夫、わかってるよ。この島の秘密って？誰に殺された？誰に殺されたってのは愚問だよね。絶対だからこう、多分、葉月建設のこう、葉月大吾だっけ？お父さんなんだよね。この島の秘密ってって聞いてみようか。言うまでもないね。この島の秘密って？何ですか？この島に大規模な都市を作ることが確実になり、地質調査を行った結果、地はい、下ビにビガさんいらっスし田ゃい。が見つかったのだ。ガス田っていうのが、だから要はあれだよね。なんで、空洞ってことなのかな？違うかなんだ。森田と葉月は採掘してみたが、うん。彼らの見込みとは違ってガスの埋蔵量はわずかなものだった。ああ、なるほど。大してなかったと。地下には水溶性のガス田と見間う違うん。ような地下水があるだけだったのだ。なるほど、なるほど。ただ地下水があったと。彼らはこの土地が大規模な都市の建設に不向きだと知りながら島の開発を続けたんだ。なるほど。誰に殺されたんですか？これ愚問な気がする。誰に殺されたんですか？そうだそうだ。誰だ？森田と葉月に殺されたんだよ。そうだろうと思ってて。彼らが本当長に？い間隠していた島の秘密を知ったせいでね。マジか。口封じ？森田は自分が持っていた島に首都機能を移転させることで島の価値を高め、おう。政治に介入するための資金力の増大を狙っていた。マジか、そう、あの人を資金、葉月は政森界へ田行にこうとすしりちゃ寄っうの。て、本来葉月建設の規模では取れないような大きな仕事を獲得、独え？占し、うん。島の建設を足がかりに事業の拡大を狙い、莫大な利益を得て私腹を肥やそうとしていた。マジか。そんな人たちのために町がこんなことに。そうなったのかな。地震が起きたこと自体は全くの偶然だ。あ、そうなの？ プフじしゃかないわ。ししっかりした地盤の上に町を作っていれば、ここまで被害は大きくならなかったはずだ。言われてみれば確かに。めっちゃ崩れたので、ね、最初全から部。危険な土地だってことが分かってたのに、ひどい。ひどいね。あなたはそれを知っていたんですか？聞いてみこう。あなたはギそれトを知っ大ていて事だね。止めなかったんです基礎か？大事だね、本当に。うん。地盤というか。地質調査を行った私が危険性を訴えても、彼らは耳をそういえば貸そうそうだっとたしなね。かった。もみ消そうとしたんだっけ、それどどここが。かあらぬ噂を流して私の信用を失墜させたのだ。うわ。そんな私を不憫に思った恵子は葉月建設に就職し、森田と葉月の不正の証拠を調べてくれたのだ。そうだったんだ。私は恵子の葉月建設就職には反対した。身の危険があるかもしれないからだ。まあ、それ確かにな。しかし恵子は私の反対を押し切って、別れた妻の姓を名乗って葉月建設に就職したのだ。なるほど。だが恵子は森田と葉月に見つかり、口封じのために命を奪われた。マジか。それは悲私しいはな。誓った、森田と葉月に復讐をしようと。それ今やんなくてもって思うんだけど。森田の時は地震のどさくさに紛れてうまくいったが、あ、え、あ、じゃああれは、石田さんが殺したのか。そういえば、あの時最初の方。マジか。葉月の方は殺し損ねたよ。うん。奴がこんなに早く島から脱出しているとは。だからその娘をやろうってこと？だが葉月には私と同じ苦しみを与えるつもりだ。娘を失う親の気持ちをね。うわ。やめろ！あやみには手を出すな！そうだそうだ。そうだそうだってのもおかしいけど。危ない危ない。どうすんのちょっと。なんもできなくねえが、あえて人質取られてる以上。
いや、僕交渉しますよ。なんだかんだ言って僕あのね、実況動画で、銃声とダイヤモンド、実況ゲーム、あ、違う、交渉ゲームやってますんで。得意ですよ、交渉は。僕が石沢さんを説得するよ。僕が石沢さんを取り押さえる。怖いから氷川さんに任せて、どうしようか。ここは説得しよう。俺が説得するよ。うん、任せてくれ。交渉なら俺得意だよ。うん。任せてくださいよ。ダンディ坂野言うんじゃないよ。そんなことすると家族が悲しむぞ。家族。はい、小鳥さん。とりあえず自分と交換だな。あ、だ、そしたら意味ねえのか。これか。そんなことで家族が悲しむぞと。懐かしい名前覚えてる？石沢さん。ダンディさん。そうだそうだ。うん。ラミちゃんペ、それは違う。私にはもう悲しんでくれる家族が。そうだよね。家族もいないんだよね。やべ。火に油注いじゃった。説得などできないぞ。やっべ、やっべ、やっべ、火に油注いじゃった。どうすんのこれ。僕が、じゃあ取り押さえよう。うん。僕が石沢さんを取り押さえるよ。なんとかそうだね。どうやって？どうやって？そうだね。石沢さんの正面から飛びかかるんだ。いや、それはバカだ。交渉が甘いとは一体。こっそり、柵の外へ出て、後ろから、はぁ、なるほど、やってみよう。後ろから取り押さえるよ。マジで言ってるそれ。ま、正面から言ったらや、無茶だよ。うん、いや無茶、うん、無茶は分かってる。でも他に選択肢はないんだ。無茶はひどいな。でも他に選択肢はないんだ。何も言い返せないけど、いやこれでいこう。上だ、かっこいいね。うん、無茶は分かってる。でも他に選択肢はないんだ。その通り。1それだと落ちるでしょ。君がそこまで強く思ってるなら、そう、俺はあやみちゃんを助けに行くぞ。私は石沢さんの気を引きつけるように頑張ってみる。頼むぞ。どうやってやんの？そうだ、これお守り代わりに持って行って。お守り代わり、何？男なら無茶だと思っていてもやらなくちゃならない時がある。お、16個目。小太郎さんいいこと言うね。あ、さっきのハンカチいいね。これ装備しとこう。装備していく。これタイム、道具、装備できないかな。装備したらなんかいいこと起きない？さっきのハンカチ、あ、使うと何？ST が完全に回復する。スタミナじゃない、ストレスが回復するのが。どうしようか。とりあえず降りて、あ、あるじゃん。え？なるほど。歌って、歌で、なんとかっていう感じか。頼んだよ、じゃあ。さきさん、その間に俺が、あいつをやっつけてやる。登れないよ。こっちか。登り方がわからないよ。どうしよう。こっちか。はい、どうしたんだよ、先輩と。どうしようか。お、すげえ、歌が伝染してる。伝染って表現がよくねえな。こっちか。あ、おばちゃんどいて。ダメか。ここか、これじゃねえかな、よいしょ。あ、よっしゃ、登れた。ここだ。行こう。危ない。お、この曲は。銃を借りて足を打てばうまくいく。なるほど。銃を借りて。そこはプロに任せよう。やばい、バレちゃう。いや、いい歌。バレちゃうよ、これ。普通に。でも気引きつけてくれるから。ちょっと聞いてようかな、ここで。いい歌だから。まあいいや。よく整然と歩けるな。あ、いけた。普通にいけた。どうすんの、ここから。あ、でも全然気づいてねえや。どうしてこんなことに。うんうん、お、どうしてこんなことにと。敵を引く一番簡単な手段は人々の足を怪我させればいい。うん。そいつの足を怪我する。あ、あそこは。俺も怖くていけないと思う、本来。葉月がここに姿を現せば君を解放してやれたんだが。はあ、やな、いや、もう。うわ、やだな、これ。よし、石沢さんは気づいていないようだ。いいぞ、後ろ。さあ、どうする？石沢の足を掴む。葉月あやみの足を触る。二択だな、俺、足触る？
どうしようか。足でもね、下手にガッて足掴んで、でもダメじゃねっていう。なんかこう、うまく、落っことすことできないのかな。足、ガッて掴んで、そのまま引きずり、グワーってやって。触る意味なくね。ちょっと触ってみる、じゃあ。触ってみる、じゃあ。じゃあ行こうか。はい、触ろう。触ってみる。なんで、なんでスタミナ、ストレスが回復すんだよ。どうも、僕です。君は、一度前そんなところに。やべ、バレた。やべ、よ、お、お、撃った、お、あらあら。こいつは変態だ。助けて、お兄ちゃん。やばい、やばい、やばい。あやみ。え、でももう腕動かないじゃん、撃ったんなら。え、どうすんの、ちょっと。はずき、見てるか、思い知るんだ。ちょっと待って、何すんの、何すんの、何すんの。そうだそうだ、ダメだよ。恵子さんは石澤さんにこんなことをさせるために葉月のデータディスクを渡したんじゃないと思います。どういうこと、どういうことだ。あ、うわ、足打った。あ、助かった。石澤さん、よかった。できれば打ちたくはなかったが、腕と足を打ったんだな。仕方ない、早く そのナイフを戻さないと。すまない。すべて作戦通り。私のために命を落としたお前。片足落ちてる。ちょ、怖い怖い。ぐるいぐるいぐるい。仇を取れなかった。いやいや、もう。そんな、やめて。石澤さん。投稿しよう。投稿して。足、ああ、無事だね。でも、もう打ってダメだ。動けない。動かせないんだね、足。あやみちゃん。うん。主人公に笑える。主人公の存在感がすごい、真ん中。何？なぜか。なんだこの主人公エンド。私にデータディスクを送ったことを知っている。言われてみれば確かにデータディスクって今まで聞いて出てないもんね。初めて聞いた。なんで？それは。何？葉月さん、恵子さんについて調べてたんでしょ？これちょっと知ってる風な雰囲気言った方がいいんじゃない？はい。葉月さん、恵子さんについて調べたんでしょう。お、誰もあなたに聞いてないわよ。やべ、怒られちゃった。すげえ KY に、ね、なんだかんだ結局一番 KY なのは僕でした。ですよね。え、でも当たってんじゃない、これ。恵子さんを死に追いやったのは私たちだからです。え、マジ、ちょっと待って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 、え、葉月建設の社長の葉月大吾じゃないの。なぜ一度声を揃えんな。なんで、あやみちゃんが、まさか、嘘でしょ。何があったの、ちょっと。英雄の無駄な本気。あやみ、え、なになに。恵子さんの死をきっかけにして、うん、森田、ああ、葉月も、え、石澤さん、あなたに殺してもらうつもりだったんです。マジで言ってる。ちょっと待って待ってくれよ。え、ってことは今までほぼ計画通りってこと。え、すべての黒幕はあゆみちゃんってこと。そういう感じだよね。ちょっとマジか。え、どうして。何何何何よ。お母さんの復讐のためです。また復讐かよ、なんだよ、もう。この日袋くね。わら。葉月大吾の実の娘ではありません。え、あ、そうなの？実の娘じゃない。ほう。どういうこと？え？じゃああんた誰？え？なんだって？いや、石澤さん、違う人を人質に取ってたって考えたらちょっとかわいそうだな。うん。何？私の父、葉月大吾は、うん。産むんだな。経営に苦しんでいた会社を救うため。はあ。どうしても大きな工事を受注しなければなりませんでした。はあ。今から十数年前のことです。なるほど。葉月は政府に顔の利くある男に頼んで。森田じゃない？わかんないけど。首都機の移転候補地である。うん。この島の工事受注に便宜を図ってもらったんです。ほう。その男は葉月建設に
大規模なコーチの仕事を取らせる代わりに、継続的な自分への資金の提供を強要しました。マジか。ただその男が狙っていたのはお金だけではありませんでした。ほう。そして葉月はその男のもう一つの要求にも応じました。次も何？私の母を差し出したんです。マジで？妻を差し出したってこと？なんですって。うわ、嫌な顔。その葉月に要求してきた男が森田です。だよな。私は森田の娘なのです。そういうことか。だから、あ、なるほど。その葉月建設の社長がその森田に差し出し、あの妻を差し出して、その妻と森田の間に生まれたのがあゆみちゃんってことか。だから声を一緒にすんじゃねないっつーの。なんかええとただ驚く。なんとなくそんな気がしてたよ。一人にいる。はい。なんとなくそんな気がしてたよ。嘘つけ嘘つけ、うん、そんなわけねえだろ。俺一切そんなこと思ってなかったからな。この1時半か。1時半昼ドラ。中学2年の夏。うん。そう、お母さんが亡くなった。主人公のキー感わらわら。 KY 感がすごいよね。俺この角度パンチラ感わら。パンチラとかやめなさいよ。そういう状況じゃないんだ今。母を差し出した葉月も、うん、そしてそれを要求した森田も。うわ、マジか。それはやだな。あ、兄に相談しました。うん。家族で信用できるのは兄だけだったから。なるほど。兄は最初復讐には反対でした。そうだろうな、まあ、警察官だしな。しかし苦しんでいるあやみを見て自分が何もしてやれないことに耐えられなかった。やるべき相手ではあるね。そして私はあやみと計画を立てたんだ。まあ、なんとも残酷な。石沢さん、あなたに森田と葉月を殺させる計画を。だからつまりあれか、だから自分の手を汚さずしてその殺人を実行できるという、交換殺人とはまた違う、このなんだろう、このすごい計画だな。利用されてたってこと、この石沢さんは。マジで なぜ私を。うん。あ、そっか。なぜ稽古をしに追いやらなければならなかったんだ。確かに稽古さん、稽古は君たちに何をしたって言うんだ。何？私たち親子も森田と葉月に虐げられていたんだ。うん。君たちが私に共感することはあっても恨まれる覚えはない。石沢さんがなんかかわいそうになってきたな。そのことは知っています。じゃあなんで。この島の地質調査で関わる前から、うん、おじさんはかわいそうだな。私の兄さんのことを気遣ってくれていましたね。そうなんだ。そして2年前も、うん、恵子さんと一緒に母の見舞いに来てくださいました。うん。母は精神的に不安定で入退院を繰り返していました。そりゃそうだよな。事業計画と引き換えに、なんかこう、もう売り飛ばされたって表現が正しいのか。うん。よく覚えている。そう、もうそれダメだよ。私が久しぶりに別れた妻と恵子と三人で見舞いに行ったんだ。うえ。そうです。あの日、母は珍しく朝から機嫌が良くて。うん。だけどあなたたち親子がやってきて、うん、私がお茶を入れに部屋から出て戻ってくると、うん、状況は一変していました。何？母はショックで人身売買か。まま、え、起き上がることができず、ショック。そしてあなた方はそんな母を見てそそくさと病室から出ていきました。え、何があったの？お医者さんの話では母は相当なショックを受けていたようです。何、そのショックになるようなこと言ったの？その子、
母は二度と私の声に反応することも、衰弱したまま亡くなりました。何よもうちょっと、何があったの？あの時は森田と葉月のせいで、私の仕事がなくなったことで、まさか私の妻が少し感情的になり、君のお母さんに厳しいことを口走ってしまった。なんてことを言ったんだ、ダメだよ衰弱してんのに。私の稽古は止めようとしたが間に合わなかった。だからショックを受けちゃったんだ。どうしてみんなお母さんをいじめるの？うわもう、うわこれは、あんなに優しいお母さんだったのに、どうしてどうしたら。意味がわからないようになってきた。要はこれみんなかわいそうってことだよね。要はこれって要ではないんだけど。氷川くん、ドロドロしてんな。超ドロドロしてるのだけはわかる。君が稽古と付き合って、ぐちゃぐちゃな展開だな。婚約までしたの、まさかそれも復讐のため？復讐のそれをもう最、それだったら最悪だよ、本当に。主人公を置いて行き彫りだくさ。そうです。マジか！あなたが、葉月や森君の罪を仕向けるために。うわ、ドロッドロじゃねえかよ。恵子さんに接近しました。いや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 、浮かばれないよ、恵子さんも。なんてことだ！いや、石澤さん、そりゃそうなるよな。うわおぉ、あやみちゃん、氷川くん、うわ尋ねたいことがあるんだ。やだこの感じ。マーク殿を使うのが一番手っ取り早いもんな。まあな、君の気持ちは多少なりともすっきりしたのかい？したの？葉月を今からでも殺したいと思っているのかい？どうだい？わかりません。わかんねえの？あ、もう。この場を和ませんだ。いや、和ませらんないよ、こればっかりは。今の私にはわからないんです。うわぁ、もう誰も幸せになれないんだな。何でしょうか、妻だ。君は最後まで稽古を愛していなかったのか？いや、もうそれは危ない、ちょっと待って、無我夢中であやみの手を掴もうと、腕を伸ばす。これはね、腕を伸ばした方がいい。思い止まっちゃダメだ。届け、俺は頑張れ。だちょっと待って、あんな高さから水面に叩きつけられるのやばいでしょ。確か結構なんか水面がほんとコンクリートみたいに硬くなるんだってね。だから to be continued みたいな感じじゃない？大丈夫？ちょっと、おい。え？あ。ここどこ？え？え？ああ。どうも落ちました。落ちましたじゃなくて落ちちゃった。おい、死んだんじゃねえか、俺。エンディング分岐、大丈夫か？角度によっちゃうか？なるほどね。大丈夫、俺。俺、どこにいる？思いとどまるとバッドエンド。思いとどまると、あ、そうなんだ。思いとどまったらダメなんだ。大丈夫、俺、どこに、あれ？海の上。これは、僕の視点かな？違う。はい。なるほど、他キャラの子、お、生きてる！あ、あゆみちゃん、あゆみちゃん、あゆみちゃんだよ、問題は。俺はいいんだよ。あゆみちゃんはいる？あ、あ、よかった！息してる？あ、よかった、生きてる。よかった。いやー、美人、かわいいね。いや、そんなこと言ってないで。いつの間に着替えたんや。いや、それを言ってはおしまいだと思うぞ。2、男女、あやみずと漂流、ヘリに発見。3、男女、あやみずと漂流、イカ役。発見、お！ヘリじゃねえ、あれ。終了まであと5分になりました。お、
ちょっと待って、気づいて、気づいてくれ。気づいてくれ。俺はここにいるよ。海洋救助隊、俺を助けてくれよ。俺は今ここにいるんだ。Help me please! Hey you! おーい。あ、気づいてくれた。お、手振ってる。はい、どうも。はい。あ、泣いてくれてる、僕のこと。はい。うん。こういう時こそもう一回好きだーと叫んで。最後だし、いいんじゃない？いやー。おい、助けてー。手くらい振れよ。よし、生きてるぜ。よかった。いやー。普通になんかこう、最初のなんか選択肢からしてギャグ漫画か、ギャグ的ゲームなのかなと思ったら、まさかのなんかね、終了まであと4分になりました。いいお話だったという。いいお話ってか、想像以上に深い根があったね。この物語には。はい、ありがとうございました。というわけでね、これで、クリアですね。あ、二人の好感度が低い時にヘリに見つかってるんだ。ってことは、これが理想的なんだね。よかったじゃん。好感度。あんだけひどいことばっかりやっておきながらね。うまくいってよかったですね。あれ？なんで英語？うん。船もあるんだね。思ったより早く終わりましたね。やっぱ PSP はね、結構そういう端的なやつで、でもなんかこういろいろ分岐があるから楽しめるとこあるんじゃない？バッドエンド？行方不明は一番ダメだよ。なんか嫌だな。あ、そう、最初これ出会いだったよね。挟まれてたんだよね。あやさん。あやさんじゃ、え？あやさんじゃない、なんだっけ、名前、あ、忘れちゃった。やべえ。あら、あれ、うん。ヘリエンドはサキさんの効果。サキさんだ、サキさんだ、あやさんじゃない、サキさんだ。ヘリエンドは効果の高かったんだね。やっぱ最後の好きだーって叫んだのがでかかったんだよ。よかったよかった。うん。あれが、正しかったんだよ。フレンドはアヤミルの好感度が高いとき、うん、先じゃね？わら。先でした。違うと思う、マジで。あ、これ、何度も何度ものこれ、英語バージョンだ。いい歌だな。いやー、でも、クリアできてよかった。本当に。うん、それはマジででかい。いやー。やっぱいいね。うん。いい音楽。普通に。しかもなんか超、なんか、面白かった。船エンドはニヤニヤすると書いてある。ほう。なるほど。船エンドね。それはそれでまたちょっと頼んだ。今度機会があったらやってみたいな。終了まであと2分。船エンドだからこの、ただひたすらあやみちゃんの好感度を上げるのに徹するってことだよね。行方不明エンドは一番嫌だな、なんとなく。何も幸せ、誰も幸せになれない感じがする。うん。じゃあね、また竜みたい。竜？竜？どういうこと？竜が如くってことかな？竜みたい。え、違うな。また竜？何の竜だ？竜？竜？竜？What is 竜？竜にも負けるよ。あ、竜にね。なるほどね。そっか。竜が如くね。竜が如く2もまた。そっか。そういえば、龍が如く2のまだ実況してないね。泣ける。はぁ、あ。じゃあ、その、今度の企画としては、龍が如く2も検討してみたらいいね。うん。なんか、そしたら面白いね。龍が如く2。そういえば、確かに1、2があって、1はクリアしたんだけど、2やってなかったね。1はエンドした。うん。そうだね。だ今度はまたそんなね、龍が如く2なんかできたらいいなと思いますけども。まあ何せよクリアできてよかったと思います。ありがとうございました。それじゃあ、一旦ね、ちょっとこの枠一度終えたいと思います。で、その後ね、また、ちょっとだけ時間ください。少し開けて。で、また、まあ、10分ちょい経ったらまた、次枠やっていきたいと思いますので、ご覧ください。はい、というわけでね、なんとか最後まで絶対絶命都市3、最後まで見ていただきありがとうございました。気に入っていただけた方がいたら、よかったら、チャンネル登録、コミュニティ登録、よろしくお願いいたします。あれはお気に入り、グッド、よろしく、とだけ言っておくよ。というわけで、お先に失礼いたします。またね。
やべ。えっ、こっ。あぶね、足早っ、足早っ、危なかった今。あっがい、許さんぞあっがい。あっ、ちょっと待って、あっがいに、まさか、まさか、まさか、嘘だろ、あっがいにー。マジか、なんてことだー。